お疲れちゃんです。ということで今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、こちらね、今グローバル14位というわけで、今こっからね、世界1位目指して、まあ生マルチね、やっていきたいと思います。で、今日ももちろんのことね、あのゲストをお呼びしております。どうぞ。滑舌失礼します。こっからです。はい、まあ2日連続コタかよって感じなんですけどね。まあ、みんな喜んでこうが。そろそろみかんさんとね、やりたいと思うんですけどね。やかましいわ。はい、というわけで、まあね、あの、デッキはこのね、これに載ってる通り、このトリトンロイジェですね。はい、なんか昨日、ライキさんもなんか世界一行くぞ動画を出してたんですけど、僕もね、まあ、負けじと世界一行くぞ動画を、はい、今日出していこうかなと思います。というわけで、まあね、早速、やっていきたいと思いますね。はい、今は14位か。で、1位が7428。あー、まあ100ぐらい離れてるから、まあ普通に考えて4000ぐらいいりますね。なるほど。まあ全勝風全景でね。まあ、全勝すればね、パパーっと。パパーできるんですけど、まあマッチング時間長いんでね。トリトンロイジェイが結構前から流行ってるんですよ。最近のもう1週間、2週間。間ぐらいかな、言ったら、まあ、1週間ちょっとぐらい流行ってて、うん、その1週間前ね、このトリトンロイジェイが流行りだしたね、すぐはもうなんかトリトンロイジェイのメタが少なかったんですけど、はいはいはい、最近ね、あ、トリトンロイジェイお前かって感じで、あ、じゃあここはこうするって相手もね、なんか動きが慣れてきて、ね、来ました、キャンディーマン、テスラクロス、アーチャーのテスラクロスですね。で、キャンディーマンは今シーズン1回負けたんですよ。というわけで、リベンジしたいですね。キャンディーマンは毎シーズンというか、結構上にいるクロスボス。キャンディーマン、クロスの人ですね。もう構えない。やばい、ロイがない。ロイがないから、ちょっとね。相手ちょっと待って、ちょっとやばい。ちょっと待って、ロイがないのはちょっとやばい。どうする？これ、打って打って。おー、ロイを回すと。ロイ回しますね。いてこれちょっとやばいですね。マジでライトで防衛でよかったかな。あ、ライトで防衛でよかった説がありますね。今ここでロイ使ったことによってこれ2周目がやばいですね。あのちょっとね、怖いですね。あ、回しきた。早いですね、相手は。来られると、まあライトウッドかな、最悪。ここはもうどっかでアラームが鳴ってるけど、まあ多分入ってないか。これはライトニングウッドで、ちょっとね、シャーなし。オッケー、トリトンが竹取ってくれてるのは、これありがたいですね。オッケー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 。よしよしよし。しかも、なんか知らんけどダメージ勝ってる。オッケー。でかいですね。で、次からは、これ攻めすぎると、はい、その、結構ね、カウンター受けて、もうクロスして切られて負けるんで、まあ、しっかり様子見て、後ろからユニットとか割いて、なるほど。ですね。よいしょ、メガゴからの、まあまあまあ、相手はカード回しますね。ここでクロス置かれてもね、別に。ここはロイがあるんでね。オッケーオッケー。まあ2周目やよね。そう。相手は2周目を狙ってるっていう感じですかね。ここゲゲも。ここで溶かしに来たならば、俺も溶かすよっていう。あ、これか、チコかけちょっと入れようっていう。そう、この人ちょっとうまいんですよ、クロス。ちょっとっていうか、まあまあうまいな。うん、相当うまいんですよね。オーブは基本置かないで行くと。オーブも置きたいですね。置きたいんだね。うん。よいしょ。置いて。この場合これライト。なるほど。よし。で、これね、カード回しで、ウッドをたまに打って、オッケー。うん。まあ、一応ね、右側相手が勝手に作りたいかな。いや、左か。わかんな。来ますね、これ構えが。おお、もう一回で次はもうライトニングを回していく。いや、これもあ、これあれロイジャイで壊しますね。うわ、トリトンに勝ち取ってるな。あ、トリトンにだけはちょっとだるいっすね。ここ2周目がちょっといるかな、相手は。これはでも、あ、オーブンもう一個か2個こっち側でもよかったっすね。ファイボで削りに来て、よいしょ。今ワンチャン逆のファイボの方がうさかっかけてある。うん、まあいいや。まあ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 、結構ここもロイジャイ回して回転早いね。こっちもガンガガンガ。そうなんですよね。あっちも早いんですよね。でもお互い様、こっちも早いんですけど、まあ、あっちの方が早いけど。来ますね。来ました。ここ一回ライトウッドで処理しようかな。なるほど。
いやで相手がこれアイゴレ裂いた時がチャンスなんです。アイゴレ裂いたら相手のあの相手はこっちのベビドラを止めれないんです。アイゴレ裂いた瞬間にもう結構ねゴリって攻めたいぐらいなんですけど、ちょっとオーブンもっと低めでよかったな。アイゴレは裂かないですね。うん、これちょっと嫌なんで警戒しつつ、うん、そうですね、これでもアイゴレ裂いてるんで相手はこれあからのアイゴレもあるか、アイゴレが回る、いいって感じですね。でこっちかこっちに行くか考えよう、うん、おー、もう一回ですよから。いやーこれなー、相手が待ちますね、相手が待ちますね。いやでも流れとしては別にオーブンがちゃんと構ってるんで、これライト打っていいよ、これ結構いいライトニング、そうライト削りができてます。相手防衛強くやるとね、どんどん削られるっていう、相手は攻めるしかないんですよね。オッケー、いいよ、これスケで受ける。いやこれやったかな、これライト打って、いや実は思ったより守りパカンじゃないこれ。おおおお、危ない危ない、俺が一番びっくりしてるから。オッケーオッケーオッケー、うわー、でもいやいいよ、いいよ、来た、勝ちこっか、えポチ勝ち、ポチ、よし、うん、いい、やるほどね、よし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 、危な、今のワンチャン、そうっすね、まああのトリトンが最後ね走ってなかったらギリ、まあギリ隊で間に合ってたか、よしよしってことで今ね世界9位ですね。いやーいいですね、久しぶりに上がりましたね世界9位、しかも日本人がえぐいっていう、日本人すごいな、三久井月麦田はじめ社長今4位ってことは、あー行きましたね、まあマルチ、日本人の、まあ、マルチでね一番トップ3人といえばこのね、マルチ三重師ね。その次に今来れてるんで、ちょっとね、ここ行きたいなと思います。いやー、気持ちいいですね。はい、まこたさんはね、ちなみに、ゲントロはゲントロ今6800してね、僕。でも、それはしょうがない。カスオツじゃん。いやいや、あじけ、あれ100ないんだもん。カスオツじゃん。いや、シーズン終盤に今、勝負しようぜ。なるほどね、負けたとしては勝とうと言う、サイドドラ俺の声だから今序盤生きてんじゃねえよってこと。いやいやいや、ね、そんなことじゃないけど、まあね、終わったことに言い合おう。終わってから、まあ、今シーズンねロングなんでね長いんで、まあ、8000ね、さすがに行きたい、さすがにね、全シーズン全あの前のロングシーズンに、ね、8000いけるでしょうって思ってから、ね、そう舐めてましたね、8000いけると思ってたら、思っているより圧倒的に壁が高かったですね。ですね、俺ね、そう、漫画読むの僕めっちゃ好きなんですよ。アニメよりは僕圧倒的に漫画の人なんですけど、僕はね。で、前までずっとあの満喫行ってたんですけど、やっぱ韓国生活、あ、間違えた、始まってから満喫行ってないんで、満喫行きたいっすね。いや、そうね。ってことでよろしく。うわ、トロやべ、200ぐらい下だから、これ満喫したらもう、あの、ガンナイピーポーっすね。せっかくこんな時間かけてマッチングしたんだから、もう感謝っすよ。さあディガーメガナイトバルーンかファルチバルーンかとワンチャンラバーじゃないわ、なんだこれ、ファルチバルーン、あ、メガナイトバルーンじゃない、メガナイトバルーン、本当だ、それ若干つやくねって思ってるんだけど俺は、おお、普通のバルーンみたいな感じ、あ、なるほどね、やばい、いい相手、うわうめえな、うめえな、いいえね、ここねメガゴマグもし書いちゃうこの逆回バルーン3回が終わっちゃうレベルなんで、ライトでね確実に抑えていきます。バカ入った、入ってないな、オッケー、いや入ってるか、入ってるけ、うえー危ない、でもしかしたらペッカがいるって感じですね、あーワンチャンあるね、でタルバパがあったらインフェバルンかな、でもここでタルを咲かないってことは多分ペッカのアイゴレマスケコウモリじゃないのかな、かなーって感じですね、バルーンが止まんないんすよこれ、なるほど、まあね、まあでもしっかり防衛すれば止まりますか、全然いける、なるほど、このマフチャーちょいうざいよね、ゴリババないから、うん、これちょっと美味しい、うぃ、オッケー、これ多分ね入んない、よし、
で、まあバカが入ってますね。まあまあまあ。で、ペッカだと思うんだよな。で、でもロイジェイからのトリトンした瞬間にアイグレ蓋されると怖い。もうあれか、うん、トリトンね、強いんが今日ワンチャンが難しい。ちょっと。うん。主役さん行きたいな。これ一回ゆっくり行きたいですね。お、ゆっくりね。三回目毎回マフチェッコにアイゴイグスカスケ延命してくるのはうざいなっていう。うん。ああ、ディガー削り。でもこのバルーンはオーブンで告げるからが。だよね。うんうん。ここでペッカだ。ペッカだよね、やっぱ。おお。いや、オッケーオッケー。いや、マスキュー、マスキュー狙った、マスキュー狙った。ね、フォガマウント。ベビル、ユー。オッケーオッケー。お、負け？負けないか。これが負けか。いい。相手もエリないよ、エリないよ。これペック引っ張りの。で、延命トリコンを。ここか、ここでバグーンが追撃か。おお、ちょいだこ。これもいいベビー、いいベビーですか。ちょいだ。あ、やばい。あぶねえ。おお、外見外交人格考えて。これマスケ来たらライト打ちたいな。相手はこっちはいっぱい固めかもね、全然大丈夫け。オッケー。お、外交圏外まで持っていく。ここ守れば勝ちですね。さっきここを守れるか。雪がまあ、あ、入らない。入った。いや、入らないわ。これでもコウモリで左進お、コウモリ咲いたら左進できない。コウモリ人間がどなくね。イエーイ来た。ういういういしゃ、来ました。いくらもらえますか。まあ、15ですね。なるほど。まあまあまあ。15ということは、まあね、ただいま、世界7位行きました。僕のね、プロフにもここ7位のダッサいのがついてるんですけど。色がちょっと。色がね、ちょっとなんか古いんですけど、マジで2年ぐらい前にこれ、撮ってますね。世界7位。なんでね、ちょっと、塗り替えたいですね、展開のこの。まあ、でも6以上取んないとここ変わらないんで、結構鬼畜ゲーっていう。まあ、でも今シーズンこの調子でいけばっていうこと。いや、そうですね。いやー、いいですね。ワンチャンと1戦ぐらいだな。次勝てば26、20もらって 26勝てば5位。なるほどね。まあ、いっちゃいます。いっちゃいましょう。もういっちゃうしかないですね。いっちゃっけね。もう勢いでね、もう何にも負ける気がしない今。ずっとスキップしたら試合一回もしてないやばいよ。あー来た来た来た。ドンデライン読んで、うわ最悪、メガナイトスケバルだ。最悪だ。若干インゴがきついけど、いや最悪だ。来た、これメガナイトスケバルやりごむコウモリギャングのディガーですね。うわこれねめっちゃきつい。あのインドラがきついんですよね。でも全然勝てないことはまあない、勝てないことはない。そうなん。いやトロフィーは、いやー結構低めですね。いやこれ負けたらもうね、なえる。でこれライトニング打ったらさすがにアドでやられるんで、でトリトン低めに出したらちょっとメガナイトに、いやーきつくね。そうなんで微妙に高めから出しつつ、いやバゲつけてオーブンでギャングとか、いやディガーギャングとか逆にするかもね、もしかしたら。うんだよね。おーディガー簡単。うん、まあ、ちょっとでウッド今打ってたらギャングが来てた感じですね。なるほど。まあまあまあ、あの前半しっかり待ちたいですね。前半攻めてもインドもコウモリもギャングとかもいっぱいあって、はいはいはい、攻めれないと、攻めない。でこれ多分またインドラで受けられて同じサイクルで、相手はどっかで端前メガナイトをしてワンチャンここでしてくるまでもあるんですけど、多分スケバレからのスケバレに打っとったら逆サイディガーギャングだとまた同じだと思いますね。オーブンいや打っと落ちて使い結構我慢と。我慢ですね。うおー、来た。あー、これコウモリとか食うとちょっと厄介です。あー、ちょっとやりがうざいね。コウモリもうざい、ね。いや、でもこれメガナイトの突進はもうしゃーなしですね。まあ、しっかり攻撃を抑え、おー、ベビーとメガが今後。痛い。いや、ワンチャンキング、いや、できないか。吐き気がしてきたぜ。いや、でも、5
こっからですね、相手のスペルはディガーと雪玉だけなんで、タワーは削れる。ディガーはスペルじゃないですね。なるほどね。まあ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 、これはちょっと腹立つ話だね。どういうあれキャラ作りで、オーブン相手は壊せないんで、はい、なるほどね。低めオーブンでここに、おお。ウッドチーノ、オッケーオッケー。相手やってる、相手攻めすぎじゃない？オッケーオッケー。まあでも言うてインドラがいるんでね、これライト打ちたいですね。これにワンチャンありじゃね？オッケーオッケー。低め来た、低め来た。でこれワンチャンあれメガナイトが来る、前来ます、ね、インドか。これライト打って、意外がいいコウモリはいくよも。オッケーオッケー。おお、弱体にする。でもこれインドが、あ、相手もやりごめん、あ、やばい、いていていて。で、これベビーでやりたいですね。あ、ベビーが打ちるんだ。いや、ウッド使うとさすがにこれ8枚目がねできますっすね。うん、コウモリ追加かか、うん、うふう、怖い。リガ上げてるのが痛いね。うぃ、痛い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 。コウモリ2匹が撃たれてる。おい、ルー、いや、まだ前やん。おー、来てる。あー、いい雪が前け。あー、やめてくれー。あったー、俺の夏終わったー。いい雪が前けよ、相手は。まあ、ということで、ね、こういうこともあります。マルチね、40分間耐久練習して44されて、こっからね、まあ、絶望へ行くという。リゲチ見てほしい、一回。なん、まあ30分、36分待ち、まあ、まあ30分ぐらいですね。なるほどね。まあでもまあこんなところでくじけたらね、男じゃないんでね。で、まあ、またね、マルチ紹介したいと思います。というわけで、本当にお疲れ様でした、皆さん。一回かまげしか、はい、ありがとうございました。よければね、またマルチ紹介とかもね、はい、また多分今プロがみんな BO3 とかの動画あんま上げてないと思うんで、はいはい、その辺もねちょっと出していけたらいいかなと思いますので、よければね、はい、また他の動画もね見てみてください。はい、ではではお疲れ様でした。